老子道徳経、いつもと同じようにトルストイ監修の老子道徳経第27章です、善行の人は自分の後に何らの後もとどめない。良い言葉には過ちがない。上昇の連隊長は何らの関係をもてあそばない。固く締まっているものは施錠されなくても開かない。固く縛られているものは巧妙な結び目がなくてもほどけない。賢者たちは瀕死の人々を助け、何かに窮迫する者らを見捨てない。彼らは常に物をごく慎重に保存し、それらを放棄しない。これは二重の啓発と言われる。それで善人は不善人の教師である。不善人は善人の道具である。自分の教師を敬わない者は、そして自分の道具を愛さない者は、賢くても大いに迷う。これは他をからの重大な逸脱と言われる。はい、これトルストイ監修。はい、難しいですね。を、まあストレートなんですよね、良いことをやる人っていうのは、でやったよって言わないし、物を大事にするし、あのね、僕昭和の49年生まれで、原辰徳世代なんですよ、でヤクルト巨人戦で、古田ってやっぱり嫌な攻め方するんですよね、でランナーがたまると、古田は大体3番を敬遠して、原勝負なんですよ、まあ賢明な判断ですよね、3番には駒田とかいますから、当時、でことごとく原は失敗するんですね。大体サードフライ、ポップフライなんですよ、でも原の有名なシーンで言うと、バット投げあるじゃないですか。知らないです。あ、原のバット投げ知らないですか。知らないです。あの9回表、5対5、5対4、負けてる時に敬遠して原勝負、で前の時にも前の打席でも原は敬遠されてるんです、敬遠で勝負されてるんですよ、でその9回の時に、バーンってレフトスタンドにホームランを打ち、どうだと言わんばかりにボーンってバットを上に投げるんですね、これ結構あの原のバット投げって多分 YouTube で打つと出てきます、松坂西武の、西武の松坂もそれを見て真似をしたって言うんですよ、めちゃめちゃ怒られたって、でも落合も一郎も、バットをめちゃめちゃ大事にするんですよ、絶対投げないんですよ、大谷君も投げないですよね。大谷君投げてましたよね。あ、投げ方が違う、多分ピッとは投げてました。イメージする投げ方ではないです、はい、上にドーン、あードーンです。この間なんかニュースで見ましたよ。普段はこう丁寧に置く大谷君は、思わずパーンと思わず投げたみたいな。やっぱりこの道具に対する考え方、で多分これは人を道具って言ってるんでしょうね。人を道具っていうか、いや人を道具っていうか、あの、まあ道具のようなものだってことですよね。人もそうそう、だから、ここを大事にしないで君はどうするんだいっていう話。不善人は善人の道具である。ではこれを、ドリアン助川さんの訳、ダメ人間は人のもとなのだっていうのが27章の書き出しなんですけど、ドリアン助川さんの訳としては、追っ手をうまく巻く者は轍ちや足跡を残さない。優れた言い方をする者は言葉に傷を残さない。優れて計算する者は計算用の棒を使わない。絶妙に扉を閉じる者は勘抜きを用いないのに開けられなくなり、抜きんでた結び方をする者は縄を使わずに解くことができないようにする。だから聖人はいつも人々を救うことに優れ、人々を見捨てることがない。いつも物事がうまく生かされるように心がけているから、物事を放り出すことがない。これを他を知る妙に従うという。まあ、他を知る妙っていうのは明るいって書いてます、つまり善である人は不善の人の師であり、あの教師ですね、不善の人は善である人の元となる。師を敬わず、元となる人を愛することができなければ、どんな知恵者であろうと大きな迷いに陥る、このことが
奥深く大事であると。大事にしろってことですね。腹はちょっと関係なかったですね。はい、まあ、なんかできない人も、はい、もともとあなたもできなかったでしょみたいな話ですよね。だからその人をないがしろに あいつはダメなやつだってないがしろにしてはいけないみたいな。そう、うん、あでも思いがちだな。でも、うん、つい、はい、それは自分を守るためでもあるんですけどね、うん、なんか自分の維持気持ちの維持そう、はい、のためにはどうしてもやっぱりこの比較を使っちゃうんです、はいはい、でも比較をすると苦しくなるって話ですよね、はい、上がいますからね、はい、膨大な数の、はい、ではちょっとバカボンの役、はい、天才的な旅人は追っ手が追っかけてこられないように馬の足跡や馬車の轍を残さないのだ。天才的な言い方をする人は突っ込まれないようなことを言ったりしないのだ。天才的に暗算ができる人は計算の棒なんか使わないのだ。天才的に戸を閉められる人は勘抜きを使わずに開けられないようにするのだ。天才的に結べる人は縄なんか使わずに解けなくしてしまうのだ。そういうわけだからどえらい人は誰にも気づかせずにみんなを救いみんなを見捨てることがないのだ。原っぱに落ちている空き缶一つだって缶蹴りに使うのだ。それぐらいのものを大事にしているから物事を諦めたり放り投げたりすることがないのだ。これが自然の摂理である他を知ること、すなわち妙、明るいとか妙の知恵によって生きるということなのだ。こうやって考えると善人というのは善人じゃない人の先生の役割であり、善人じゃない人は善人が善人であるための元となる人なのだ。だから先生を尊敬しなかったり元となるダメ人間を愛せなかったりすると、どんなにその人が天才であろうと人生迷いの連続に陥るのだ。これが神秘的に大事に生きることのコツなのだ。これでいいのだ。はい、 OK もう皆さん老子が入りましたね。はい